アコスカ GTR といえば2ドアハッチバックの KPGC10 を思い浮かべる人も多いだろう。それほどシンボリックな KPGC10 はアコスカに2ドアハッチバックが追加になった1970年10月に登場した。4ドアセダンの GTR がその他のグレードとほとんど見分けがつかなかったのに対して、2ドアの KPGC10 はリアの巨大なオーバーフェンダーとワイドタイヤが GTR であることを強烈にアピールしていた。2ドアハードトップは4ドアセダンに比べて約70ミリ短縮され、車高が15ミリ低い。前後のウィンドウも寝ている。実はこの大きな変更が 2000GTR の走りを飛躍的に高めたのだ。エンジンは引き続き S20 型が採用され、 KPGC10 からはハイオク仕様より5馬力下回る155馬力のレギュラーガソリン仕様が選べるようになったのも大きなトピックだった。巨大なオーバーフェンダーのおかげでよりワイドなタイヤが装着可能になった。ハコスカ自慢のサーフラインはさらにカットされている。砲弾型からタルゴ型へとミラーデザインは変更された。レーシングサービス渡辺製8本スポークホイールはハコスカの定番カスタムだ。この GTR のマフラーはオールステンレスに変更されている。トランク内に安全タンク式の100リットルフューエルタンクを収めている。エンジンは S20 型で 2000cc 直列6気筒 DOHC を搭載。三国工業製ソレックスキャブレーターを3連装している。また KPGC10 から160馬力のハイオクガソリン仕様と155馬力のレギュラーガソリン仕様の2本立てになった。フォードは GTR と大きく異なるメーターレイアウト。アナログ計器は全てインパネに集約している。センターコンソールには必要最小限のスイッチを残すのみ。ミッションは当然マニュアルで5速。本格的なレースでも使い勝手が良さそうなペダルのデザインと感覚。前席はバケットシートが標準。ただしリアシートを使おうと思うとリクライニングしないバケットシートはちょっと厄介だ。後席に十分なスペースはあるが、事実上の2シーターカーだ。シートのメイン素材はビニールレザー。当時の車の内装材としては上級な素材だった。